この間マネージャーから電話がかかってきて、いや田辺すごいぞって言われて、CM 最終選考まで行ってる。えって言って、何のですかって言って、いや化粧品のウェブ CM で最終選考まで残ってるのが田辺と河北舞子さんだってどういうこと。でもそのどうやらキャンメイクのウェブ CM でへってなって、エイプリルフールではない。いやもうほんとエイプリルフールじゃないよもうびっくりよ、びっくりだよ。へってなって、いやもうそんで明後日にそのオーディションがあるから行ってくれってなって、へってなって、まあまあ最終的にはね、まあ河北舞子さんが、まあ、そう 見ましたから、ね、今いろんなところでキャンメイク河北舞子さん、でしょ、だから私は河北舞子さんに負けたということですね。いや、やっぱ気になるじゃないですか、その田辺さんと河北舞子さんが最終まで行って行った CM って気になりませんか見たんですよ私。見たら河北舞子さんの隣にあのちょっとずんぐりむっくりのポペット人形が一緒に写ってるんですよね、まあ、なんとかみたいな感じで、私は田辺さんはこのパペット人形に負けたんだと思って。違うよ、だってマネージャーの CM あマネージャーからの電話はさ、田辺と河北舞子さんが残ってるって言うんだから。いやいや絶対絶対絶対田辺さんの聞き間違いで、多分田辺さんパペット人形とか多分あのなんていうの、木彫りの熊とかあらゆる人形がの中に田辺さんがいて、最終的にあのパペット人形がって負けたんだ。パペット人形、パペット人形え他にでも誰が残ってたのか本当気になる。人形だけかな、じゃあ。いやでもまあ私は舞子と、舞子と田辺さんは舞子とだけど、私的にはあなるほどね、おかしいもん納得しました。